スクールフードパニッシュメントは、ロック、エレクトロニカを主体とする日本の4人組バンド。2012年2月に活動休止を発表し、同年6月11日に解散した。内村智美を中心とした、蓮尾正幸、山崎秀明、非対治からなる男女4人組バンド。結成から2011年3月まで、バンド名の表記は、各英単語の頭文字を小文字とする。 スクールフードパニッシュメントとしていたが、セカンドフェーズの指導に伴い、各頭文字が大文字のスクールフードパニッシュメントに改めた。名前自体は英単語の響きで音楽の世界観を表現しているため、特に深い意味はない。一人で弾き語りのライブをやっていた内村が最初に組んだ。バンドは特に目標もなくやっていたので、ライブもやらなかった。その後、 そのバンドからギタリストが抜けた時にキーボードを入れようと思った内村がメンバーを募集し、発尾がそれに応じてバンドに加入した。ファーストアルバムをリリースした頃に、片野が脱退したため、当時よく対ンをしていたバンドの機械がサポートドラマーとしてライブを手伝うようになった。そして、セカンドミニアルバムの制作をサポートしていた頃に誘われ、正式メンバーとなった。 またメジャーデビューの1年ほど前に、上田が脱退、対ン相手から引き抜かれた山崎が加わった。エレクトロニカ、ポストロック、プログレッシブロックなど様々な音楽ジャンルを独自の解釈で昇華した、音楽性と心象と風景と独自の言葉で映像的に描いた歌詞を特徴とする。内村が激しいギターが入っている曲を好まないことも、 あって、バンドとしての音の基本はギターではなく、キーボードが担っており、ハスオがリードギターという感覚。ギターは必要な時に入れればいいという考えで、いわゆるギターロックバンドとはベクトルが異なる。曲作りは、基本的にまずスタジオで、楽器体でセッションをするところから始める。10分から15分の間、3人があるモチーフやテーマに沿って、 コードやリズムを一定で守りながら演奏するその横で、内村がその音から見える風景や感じ取ったものを、ノートに歌詞として書いていく。仮の歌詞が出来上がると、その場で内村がそれをメロディに乗せて歌って、基本のパターンを作る。それを各自が家に持ち帰って、音作りをし、後日スタジオで合わせるという流れ。一曲丸々その方法で作る時もあれば、A メロ、B メロ、 サビなどパートごとにやる場合もある。アレンジに関して全員が共通して大事にしていることは、皆が同じ方向へ行かないというバランス感覚。その後、メジャーファーストアルバム制作を機に、ハスオがほぼ作り上げたものを用意して、メンバーにディレクションしたり、サビのメロディを内村ではなく、山崎が書いたものを使ったり、内村の作った弾き語りワンコーラス分のデモを、 プロデューサーの江口良がアレンジを仕上げたりなど曲作りの方法は多彩になる。アレンジ面でもメンバー4人だけで仕上げるというこだわりが減り曲をよりよく聴いてもらうためならドラムを打ち込みにしたりストリングスを入れたりすることも受け入れられるようになった。主に公式サイトを参照。ありがとうございます。